はい、では栄養推薦入試面接質問、出る順ランキング6個目は、併願校についてです。で、専願で受けてる場合は特に併願校について聞かれることはありませんが、併願可能な大学を受けてる場合に関してはもし併願してるのであればそれは正直に答えてください。ただしその大学を第一志望としてますよというのは強くアピールしてください。